はい、どうも皆さんこんにちは、ひよのすけです。今回もインタビュー記事シリーズでお送りします。今回はですね、将来的にレッドウェットオンラインで今後追加する役割について、インタビューで発言している記事を発見しましたので、こちらをご紹介します。今回の記事の情報元は、オースゲーマーズというゲームサイトで、ロックスターに単独インタビューをした際の内容の記事を掲載していました。はい、そのインタビューの中で、ゲームの中でお気に入りのアクティビティや、今後の追加要素として取り入れたいものはあるかという質問に対して、レッドレッドオンラインのデザインディレクターであるスコット・ブッチャード氏はこんな発言をしています。はい、私はレッドレッドリデンプション2、レッドレッドオンラインでの釣りの大ファンでもあり、この釣りを狩猟へと拡大する余地があると感じています。これらのスペシャリストの役割を開放することで、レッドデッドオンラインが前進するための複数のロードマップを作成しましたと発言しています。詳しい名称はわからないんですけれども、魚を釣るという方向から狩猟する方向、つまり、漁師のような、そういった方向へ拡張するためのロードマップをすでに作成しているということだと思われます。はい、これはね、ちょっとたまらんですね。はい、でここからは個人的な意見なんですけれども、この役割の中でオフラインにあるような伝説の魚、普通の魚よりも数十倍でかいね、バカでかい魚だったりとか、それに伴って新しい釣り竿だったりとか、仕掛け、あとは魚をこう一網打尽にできるようなね、網みたいな、そういった仕掛けも実装されるのかなと、ちょっと期待している部分もあります。はい、すでにね、ロードマップも作成しているということなので、時期はね、わからないんですけれども、いつかはね、こういったものが実装されるのかなというふうに期待していいかなと思います。はい、ちょっとこれに関してもいろいろね、皆さんやっぱアイディアを持ってると思いますので、皆さんのそういったアイディアをね、ぜひコメント欄にね、書いていただけると、またそれも見るだけでもね、結構楽しいと思いますし、僕自身もね、結構そういう価値観もあるんだなっていうような形で結構ね、勉強になりますので、コメント欄で皆さんの声をね、聞かせていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、ということで、今回もですね、インタビュー記事から新たな情報をご紹介いたしました。はい、今後もこういった記事を発見し次第ですね、ご紹介させていただきますので、皆さん、チャンネル登録を忘れなくよろしくお願いします。ということで今回はこちらで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。 See you。